あの台湾とかその中国、まあ、もそうだし香港、まあ、どこ行ってもそうなんですけどなんか向こうの幽霊ってものすごく特徴的な出方をするというか、はい、変わったちょっと風邸で出ることが多いんですよね。俺ね <laughs> もともとはあのトンガンっていう町があって。 うんまあ、香港の方から入ると、香港から渡ってすぐの町が深圳って町なんですけど、深圳、はい、から広州までこう行く途中のちょうどこの真ん中辺にあるのが、あのまあ、向こうでンドンガンって言うんだけど、えーまあえー、東に草冠の官僚の官って書いてこうドンガンって言うんですよ。はい、で <coughs> ここの町って実は割と 大きな工業都市で、うん、日本の各いろんなそのパソコンメーカーなんかも工場を持ってたりするんですね。うん、でね、ここで、そのおもちゃを輸入したり、あのまあ、輸入っていうかまあ輸出だよね、するための一つの会社を輸出するためだけの,その会社っていうのをそこで建てたんですよね。でね、初めてそこに行ったときに、どこに泊まっていいんだかわかんなくて、とりあえずその現地の人に頼んで、 2>, えー、2人で行くので、とにかくその、えー、俺、名古屋のね、本にいるある社長と2人で行ったんだけど、とにかくそのホテル取ってくれっていうことで思って、うん、取ってもらったホテルがあるの。で、そこに泊まるとね、床が、あの、わかるかな、割と特徴的なんですけど、床がね、コンクリートなんだけど、そこに緑色のペンチが塗ってある。あ、はいはい。昔の病院なんかあったような感じですね。 そんな感じのホテルで、冷えビエとしてね、なんとも、あのー、空寒い感じの部屋なのよ。夜中に、あ、寝つけねえな、と、俺、ね、寝つけないっていうことはあんまりない。まあ、枕変わるの、寝づらいっていのは昔あったけど、最近はそんなことなかったんだけどな。なかなから寝つけねえな。冷蔵庫にビール入ってたな。ちょっとビールでも飲んで、 そうしようと思って、ベッドから降りて、冷蔵庫の方に歩きかけて、ふっと気がついたんですよ。そこのホテルって、部屋時代は、だらーッ広いの。だらー広いその部屋の隅っこのところに、ボンとダブルのベッドがあるんですよ。うん、で、冷蔵庫っていうのが、そこを対角線に歩いてたところにあるんですよ。うん、で、そこまでこ歩いていくんだけど、 部屋の中からスリッパを履いて、そのスリッパを引きずりながらペッタン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 って歩くような音がするわけ。確かにそこの床って、さっきも言った通りコンクリートに色を塗った感じだから、そこの上をスリッパで歩けばこんな音がするだろうなって感じの音なわけ。ペッタラペッタラペッタラペッタンって音がするわけよって。え、どっから音がすんのこれ。なんだと思って。しかもその部屋って、真上に カーって照明がついてなくて、妙なその関節照明になってるから全体に薄暗いわけ。で、でとりあえず冷蔵庫のところまで行って、ガチャッと開けて、これこれと思って、ビールを出して、パタンと閉めて、ベッドの方に戻ろうと思って、ひょいって見たら、ベッドが右の角にある。その逆側の左の角のところに、なんか異様なものが見えんだよ。んで、 あれ、待てよ、あれ何がい,何がいるんだ、あそこにって思って見てみたら、あのさ、分かるかな、こう立って膝に足、あの手をついて、た、はい、からこう後ろ覗くじゃない。うん、よくそんなこと子供がやったりするじゃない。はい、あ,のあの形、何ていう形なのか知らないけど、こうこう向こう覗いたり逆さまになってするでしょ。はい、この形のものがそこにいるの。ね その、またから、また、また覗きした状態のやつが、どこ、はい、にいるのよ。で、えー、なんだあれと思って。相当な、そいつが、そのまんまの形で、こっちに向かって、ペタ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 ,ペタって、近づいてくるわけ。うれ、ん、俺、もう、ああいう時って人間ってね、すごい俊敏な動きができて、今まで布団に寝てて、あの、ベッドに横になってて、寝つけてはいないけども、それでも、 ボケラッとしてる状態で、なんとかビールを取りれ冷蔵庫のところで行ってるのに、そいつがペタ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 ってこっちに向かってきたとたまるでね、反復横跳びみたいに横に飛んだんだよね、俺がね、そのまま、ンってね。そしたら、それがね、もう俺のほうにそのまんまこう、ぐぐぐぐっと回ってくるかと思ったら、俺のことなんか全然目に止まらないみたいに、そのまんま、ペタ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 って、こう進んでって、冷蔵庫の脇のところにある廊下を、 その先にはトイレとバスルームがあるんだけど<タッ>そっちの方にペタ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 っと入っていっちゃったの、ね、よ。でもドアを開ける音がしたわけじゃないしえじゃああの辺にいるのかと思って見るけどいない。恐ろ恐ろトイレの中バスルームを開けてみるけど晩にもいないんだよね。でこんなのが出ちゃったんだっていう話を次の日一緒に行ったその、まあ、名古屋にここにあ,のあったあるその車の。 ショップの社長なんだけど、その社長にそんな話をするんだけど、えー、また中村さん夢見たんだよって言われて結局終わりだったんだけど、でも夢でもなんでもなく起きてた、うんだよ、えー、なんでしょうかね、それね。<laughs> 意味わかんないよな。そうですね。と。ファンキー中村、ファンキーアワー。 チャンネル登録お願いします。